チウオを狙うルアーです。タチウオは夜行性の強い魚で、夕暮れと朝早く薄暗い間に非常に活性が高くなります。回遊性が強く、昼間は沖合の深いところに潜んでいて、日が暮れると餌を求めて接岸してくる、そういう習性があります。暗いうちから夜が明けてくる2時間ぐらい、これがゴールデンタイムです。狙う時間帯としては、暗いうちから太陽の光が出る頃まで、ほんの数時間が一番タチウオの活性が高くなります。タチウオは歯が鋭く、ルアーを外すときは必ずフライヤーかペンチを利用します。ポイント的にはこのように潮当たりのいい防波堤の先端部やテトラポットがポイントとなります。使うルアーもミノータイプでいいのですが、ロッドティップは水面すれすれまでに下ろして、できるだけルアーが浮き上がらないように。またタチウオは勢いよく下からルアーにアタックしてくるため、手元には想像以上に強烈な衝撃が伝わってきます。夜間はできる限りゆっくりとスローリトリーブで引きます。活性が落ちた時にはルアーの巻く速さを速くしたり遅くしたりして誘ってみると効果があります。群れで回遊してくるため、群れに当たるとご覧のように入れ食いが続きます。際はできるだけ魚体に触れないように。タチウオは皮膚が非常に弱い魚のため、手で触れるとリリースしても死んでしまう恐れがあります。またルアーは外しやすいバーブレスフックを使用しています。
場所は防波堤の先端部分で、潮の当たる反対の方に潮の寄れができています。そういったところに小魚が集まってるわけで、このタチウオはその小魚を狙ってすぐ足元まで接岸しています。したがってルアーを引く場合は足元まで慎重に引くように。もう夜がすっかり明けて、確か午前8時を回ったぐらいの時間帯です。タチウオもどんどんと日が昇りにつれて沖合の方に移動していきますが、ご覧のようにメタルジグを使って遠投すればまだまだ狙うことができます。メタルジグはシーバスロッドで振り切れる 25g のものを使用しました。沖の方にはいっぱいいるみたいね。メタルジグの使い方は、まずメタルジグを遠投して一旦ボトムまで沈めます。そして徐々にアクションを加えながら浮上させてくると、タチウオのいる層を確認することができます。またその日の時間帯によってタチウオの遊泳層が変われば、同じようにボトムまで沈めてタチウオの遊泳層を探ることができます。タチウオも徐々に深い方へと移動していきますが、さらにルアーを遠投すればタチウオを狙うことができます。この場合はできる限りラインにスラック、糸吹きを出さないように、正確に遊泳層を狙うことが大切です。
アイナメなどの根魚はそこを狙うため、ジグヘッドとソフトルアーまたはメタルジグを使います。水深が深い場合や潮の流れが速いときはメタルジグが有利です。メバルは夜行性の強い魚で、朝の暗いうちと夕方日没後の 1,2 時間が最もよく釣れます。今回メバルはテトラポットやジーソから狙っていますが、この日は内湾の波のないテトラポットの前に船をかけていただきました。メバルは防波堤でもナトリウム島などの明かりのある場所によく集まってきます。船の明かりにイカナゴなどの小魚が集まってきたため、使用するワームは細身の小魚にイミテーションしたこのようなストレートのワーム、これが効果があったみたいです。まずワームをある程度の深さまで沈めます。そして徐々に小魚が泳ぐようなアクションをつけながら浮上させてくる。当たりがあればワンクッション置いて合わせるのがコツです。また釣れる時間帯は比較的短く、短時間が勝負となります。カサゴも内湾の岩礁帯の非常に多い魚です。食性も荒く、このようなソフトルアーに非常に敏感に反応します。これは市販されているジグヘッドにキックテールのワームをつけて狙ってみました。アイナメ用のブラクリオモリを代用しているのですが、潮流れが速い時や少し沖合のポイントを探る時はアイナメブラクリを代用するのが便利で使いやすいと思います。キャストして一度そこまで沈めます。そしてロッドティップを利用して小刻みにアクションを加えてきます。また根の上を釣るために根掛かりもある程度の覚悟は必要です。
サゴの場合、前あたりがあればワンクッション送り込んで合わせるとフックアップの率が良くなります。またフックアップしてからはできる限りロッドを高く掲げてファイトします。これは根に入られないようにするためです。今度は内湾のほんの 7-8 メートルの浅瀬をボートを使ってメタルジグでカサゴを狙ってみました。水深的には 7-8 メートルと浅いのですが、潮流れが速いためにメタルジグは 40 グラムのものを使いました。小さい。ガシラの入れ口ちゃう。メタルジグをボトムまでつけます。そして小刻みなジャークを繰り返しながらある程度上の方まで上げていきます。それの連続動作で狙います。
ジグで根魚を狙っていたんですが、突然船の横でボイルが始まりました。よく見てみるとどうも平政が小魚を追って沖合から入ってきたみたいで、まあ、このような湾の一番奥でもたまにはこういうチャンスがあるものです。しかしイカナゴを追って入ってきているためになかなかルアーには見向きもしない。非常に食わせるのが大変でした。あっこやな、陽気な子。イカナゴを捕食している平政はイカナゴばかり食っているために、少しでもイカナゴと違った形状のルアーが来ても見向きもしない。非常に釣りにくい状態でした。ヒット、おっしゃ、食った。これもほとんど反射食いの状態でヒットさせました。まあこのようなチャンスを確実にものにする、そういうテクニックも必要です。よう走るわ平政。小さくともやっぱ平政よね。平間さん、何キロぐらいかな、船長。4キロ。歩かないか。